いやー、疲れましたね。ああ、でもここまで来ました。ああ、四万温泉まであと8.7キロって書いてありますね。で、17号方面が5.9キロ。約今5.5キロぐらいは走ってきたんですね。いやー、まあまあきつかったな。あと8キロですね。さあ、みなかみ町に、着きました。さあ、これからですね、その関東屈指のロングダートという、秋鹿林道ですかね。ちょっと読み方がね、調べてもわかんないんですけど、その林道を、ちょっとですね、走ってみたいと思います。ただね、走れるかどうかがちょっと不安なんですよね。今日の目的地は、秋鹿大影林道を走り抜け、万沢林道も走って、有名な万沢ストレートに行くことです。約1キロのフラットダートの林道区間、見たかったんですよね。そして、天空の湖、のぞり湖。湖は林道じゃなくても行けますけどね。今、みなかみ町の有心館っていう日帰り温泉施設の前にいます。で、ここがですね、ここからダート林道に入ります。結構人気のルートで車も走るみたいなんですけどね、みなかみ側の方がきついそうなんですよ、道が。で、そこが走れない人はもうそこで U ターンしてという形で、いう形の道路みたいになっちゃってね。で、終点側はですね、四万温泉の方なんですけど、四万温泉から来るとですね、きついのがこっち側なんで、U ターンした時にですね、かなりの距離をまた U ターンしなきゃなんないっていう形で、ビビりなし。まず、この南上側から走ってですね、走れるかどうかを見てからの道路の方がいいみたいです。私が寝てる隙にパパさんがお出かけした場所は、新潟県に近い群馬県の秋鹿大影林道、約13キロのダート林道、万沢林道、舗装路もある約21キロの林道だにゃ。林道と林道との接続道路を含めて合計約38.6キロ。お昼ご飯や休憩は四万温泉でできるにゃ。舗装路は赤く塗ってみたにゃ。ダートの方が長い林道にゃ。パパさんが走る前に調べた情報でも、パパさんが実際走っても、こっちから走ると、だんだん道がきつくなってくるそうにゃ。パパさんのように、走りに自信がない人は、こっちから走った方が、いけるか、無理か、の判断がつきやすいとのことにゃ。約1キロの直線フラットダートは最後の楽しみだにゃ。それでは行ってみます。走れるかな。ちょっとね、かなり心配なんですよね。僕でも走れるかどうかが。みなかみ側が走れれば、まあ、四万温泉までは走れるという感じで、四万温泉からまた今度はですね、のぞり湖の方、まあ、草津温泉の手前の方まで道が伸びてるそうなんですけど、さあ、行けるかな。ちょっとドキドキですね。秋鹿林道、秋鹿林道、ちょっと読み方はわからないですけど、ああ、まだ舗装路ですから、今のところいいですけどね。一応13キロの、
ダートコースみたいなんですよね、四万温泉まで、峠越えの。ちょっとドキドキですね。まあ今さっき2台走ってきましたけどね、僕走れるかな、心配だな、コスモス綺麗だな、心配だな、頑張ろう。道がどんどんやばくなってきましたね。まだ舗装路ですけどね。いや濡れてんな。来ましたね。ダートです。ダート入ります。僕はカメラをヘルメットにちょっとつけたくない理由がありまして、ハンドルの部分にカメラがついてます。通常は手ブレ補正がずっと効いてますが、路面が乱れるとかなり見づらくなりますのでご了承くださいませ。うわ濡れてんな、やだな、いけるかな。ダメなら戻りますけどね。もっと乾いてるかと思ったんですけどね。道合ってんかな。オフローダーさんが走ってくんないと困るな。向こうから来るか、僕を抜かしてくんないと。ちょっと足を出しながら行こうかな。必殺足を出しながら。いや道がやっぱり狭いな。きついのは水上側と言ってましたからね。今のとこそんなに荒れてないですけどね。うわ濡れてるわ。よいしょ。走ってないな。怖え、左がけで道が細いんですよ。確かに。今日はちょっと喋りながら走れないかもしれないですね。もうすごいんだやっぱり。よいしょ。よいしょ。合ってんだろうな道。四万温泉。結構ね。YouTube とかね、ブログとかいろいろ、走る前にやっぱり不安だから見たんですよ。まあ、とりあえず道なりに進めばいいっていう形で。で、本当にきついのはこの水上側で、ここが走れない人はもう戻った方がいい。まあ、四万温泉側はね、ここよりは楽みたいな形なんですけど、まあでも油断はできないですね。
そんなにむちゃくちゃ今んとこ荒れてないですけどね。ゆっくり走ればなんとか ADV150 でも行けそうですね。大鶴義丹さんもね、東京からここまで走りに来てるんですよね。で、その時ハンターカブかクロスカブも走ってたんですよ。まあ、ほとんどオフロードバイクなんですけどね、走ってるのが。で、それ見て ADV150 でも行けるかなと。ああ、確かにゴツゴツしてきましたね。ここジムニーとかも走ってるんですよね。これジムニーとか来たら、正面から来たら俺どこで避けたらいいんだろう。この細さ。あ、左谷底だし。確かに、そんなに荒れてはいないけど、フラットというか、フラットのちょっと上だな。まあ、いろいろな人の YouTube 見たんですけどね、オフロードバイクでもきついとか言ってる人もいるし、まあすごいスピードで出している人の動画もあったんですけど、今すりましたね、下ね。とにかく気をつけてゆっくり、とりあえず完走を目指したいと思います。岩が来てますね。頑張るぞ。確かにね、かなり荒れてきましたね、少し道が。荒れてきました。よいしょ。焦らずゆっくり行きたいと思いますってか、スピードは出せないですからね。確かにゴツゴツしてんな。ニカボスーパーリンドも走りましたけど、ニカボスーパーリンドよりはやっぱり少し荒れてますね。確かに。誰も走ってないな。わざわざ日曜日選んできたんですけどね。一人じゃ怖いから、平日だよ。一線がありますね。多分道なりって言ってましたから。
車が来なければいいけどな。道は狭いですね。これ車来たらすれ違いないですか。思いっきり路面が濡れてなければいいけどな。あんまり景色を見てる余裕がないですね。あ、すごい映ってる。ここにも視線がありますね。でも視線がうんぬんとか言ってる場合でもないですね。もう結構濡れてんな。台風15号が過ぎてからあんまり雨が降ってないから、降っててなくてね、あの僕が住んでるところは。だからもう乾いたかなと思って来たんですけど、ちょっと甘かったですね。うわ、ここすげえな、荒れてんな。合ってんのかな、道。合ってんの、はあ、一応13キロあるみたいなんですよね、ダートが。今年はここをチャレンジしたかったんですよ。うわぁ、びしゃびしゃだ。これ以上寝れてないで生きていたな。怖え。ああ、怖え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 。ほんと嫌だ。ほんと嫌なのに、なぜ走る。嫌なんです、ほんとは。嫌なんですけど、走りたい。ああ、嫌だ。濡れてる、濡れてる。ところ結構濡れてるじゃん。はあはあ、合ってるんでしょうね。僕戻りたくないっすよ。関東屈指のロングダートということで、まあオフローダーの方には、オフロードバイクの人には人気の道みたいなんですけど、まだこの道で誰とも出会ってないですね、日曜日なのに。わざわざこの日曜日選んできたんですけどね、一人じゃ怖いから。ああ。道路と違って体力使いますね、ハンドルのあれだから、景色を見ている余裕はない。綺麗な川が下流れてるんですけどね。見えますかね、綺麗な水の川が流れてるんですよ。はあ、頑張ろう。よし、頑張るぞ。頑張れよ、頑張れ。頑張るんだ、僕。はあ、
構ゴツゴツしてきたな、また。おー、危ねえ危ねえ。すげえな、ゴツゴツしてた。やべ、ここ濡れてんな。昨日タイヤ変えたんですよね。やっぱりツルツルのまんま行こうかなと思ったんですけど、やばいから中国のティムソンっていうメーカーに、ちょっとブロックタイヤ風のやつなんですけどね、正解でしたね、変えといて。で、ここのダートがですね、13キロあるみたいなんですけど、四万温泉に着いたら、また今度は有名なマンザー林道っていうダートの林道で、草津温泉手前の方まで、ここにも視線がありますね、に向かうんですけどね。結構使うね、腕の力を使いますもんね。結構来てるな、これ。頑張れ、頑張るんだ僕。もう U ターンしたくないからな、ここまで走ってきたら。頑張れ、頑張れ、みなかみ川が抜ければ。こっち側の方がきついって書いてありましたから、みなかみ川を抜ければあとは少しは楽になるみたいなんで、頑張れ頑張れ、頑張るんだ僕。荒れてますね。あぶやべ、スピード出して書き換ろ。やっとここに来た。誰もいない。とりあえずここで休憩しますね。トイレかと思ったらトイレじゃなかったみたいですね。鍵がかかってました。まあ今走ってきたのを見てますけど、路面がこんな感じなんですよね。まあこれでね、フラットじゃない、この辺はまだフラットなんですけど、起伏が向こうありましたからね。四万温泉まであと 8.7 キロって書いてありますね。で、17号方面が 5.9 キロ。約今 5.5 キロぐらいは走ってきたんですね。
わあ、これから先ですね。あ、なんかバイクの音が聞こえてきました。嬉しいな。一人ぽっつり一人だったから。ああ、嬉しい。誰か来た。ああ、走ってますね。ああ、嬉しい嬉しい。さ、後半戦行きますか。島温泉に向かって、フラットダートじゃないでなかったんですけどね。ただ桐生市の梅田湖の高仁田林道よりは、荒れてなかったですね。まあそこはちょっと荒れてたから途中もうすぐ行って引き返したんですけど、そこまでじゃなかったんでなんとか来れました。さあ残り島温泉まで8キロ。頑張りましょう。約8キロ。頑張りましょう。よいしょ。頑張りまーす。まあ、今までの道は三ヶ坊スーパー林道のダートよりはちょっときつかったぐらいですね。道がこっち細いからジムニーとか来なくてよかった。もう四輪が来たらどこですれ違うんだろうというような細さでしたからね。思ってたよりオフロードバイクの量が少ないな。日曜日なのに結構人気のダートコースみたいなんですけどね。今なかなかその行き止まりじゃなくてね、主要道から主要道なんだなんだなんだ、肘かすごい肘が、取れてないかもしれないですけど、キジが目の前を、あとキノコがあったな、すごいな、キノコがあって、よいしょ、まあ何がいてもおかしくないですよね、もう秘境中の秘境ですからね、群馬でも、南上から四万温泉、舗装された普通の道があるのに、こんなあえてこんなひどい道を通るなんて。僕はバカだなぁ。まあしょうがないな、アホだから。いやでもこういう林道は冒険感があってワクワクしますね。おお、これもあともう少しで道を塞ぐっていう形ぐらいに倒木してますね。ちょうどそこが引っかかっててなんとかなってるって形で、ゆっくりでもいいから乾燥します。乾燥したいんです。この道はオフロードバイクの方はかなりスピードを出しても楽しいんでしょうね。ゴツ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 してるし。うわ、すごい。こんな斜めになってるんじゃないか、道が。ゴツゴツしてるな、確かに。こ
いつになったらこんなに荒れてない道に変わるんだろうか。足出しとかねえとこれ怖いな。やーべえ、ジムニーが来た。ジムニーが来た。ここでよかった。道が太いから。ジムニー行かせよ。じゃあ、こうジムニーにも人気の道みたいなんですよね。あとデリカとか。よかった。道が太いところで。でも怖いですけど楽しいですね。すごい冒険してる感じがありますよ、林道は。しかも山奥だし。あ、すげえ、ここ視線、視線だらけですね。でも左も行っちゃダメ、右も行っちゃダメと。あ、でもここ頂上ぐらいかな、もう。さあ頑張ります。あ、下りになりましたね。今の水上側のきつい部分が終わったのかな。下りだ。ってことは今半分来たのかな、やっぱり。峠越えたからあとは下るだ、下りだもんな。楽しい、楽しい、怖い、疲れる。やっぱり林道は舗装路にない楽しさがありますよね。ほんとワクワクとビクビクと魅力的ですよ。一人いると特にですね、怖いですからね。万が一遭難した時にはどうしようとかね。
やー、これ走りたかったんだよなー。三ヶ保スーパー林道を走った後、次の目標はここだったんですよ。よし、心なしか今のところ確かに荒れ方がちょっとおとなしくなった気がしますね。この道ですね、この秋鹿林道、まあちょっと秋鹿かもしれないですけど、秋鹿って言わせていただきます。秋鹿林道が四万温泉に通じてて、で四万温泉から今度はまた万沢林道っていうですね、有名なのが万沢ストレートっていう1キロのフラットド跡がある、林道なんですけど、そこ行くわけなんですけどね、これが走り終わった後に。でこっち側が13キロで、そっち、あっち側がね、23キロなんですよね。で、万沢林道は途中で、なんかもう舗装が入っちゃってるみたいなんで、まあ、ダートの方が多いんですけど、舗装も多くなってきてしまったという形で、早めに走らないと、そのダート林道の楽しさが味わえないと思って来てるんですけどね。スーパー林道の方が67でしたっけ、そのぐらい、68でしたっけ、そのぐらいの距離があるんですけど、舗装がかなり入りましたからね。なんか昔は100キロぐらいのダート林道だったみたいですね、スーパー林道も。だからやっぱり時代と時代がどん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 舗装に向かっちゃってる中、こういうダートばっかりの林道っていうのが残り少なくなってますからね。関東屈指の13キロっていうのがもう今のうちかもしれないんで、どうしても走りたかったんですよ。荒れ方が今のところおとなしくなってますね、やっぱりね。水上側と違って、あっちの方は確かにきつかったですね。ブログとかね、行ってる人はもう本当にその万沢林道のその、草津温泉の手前のぞり湖の方ですね、そっちから走って水上の方に行くっていう人が多いみたいなんですよ。あ、来た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 、おー頑張ってますね、こんにちは。早いな、今のはアドベンチャーバイクですね。話の途中なんですけど、まあ、多分地方から、地方っていうか東京とか、ここが地方ですね、東京とかその方から来る人はおそらく先に奥地の方から、奥地のまで普通の道路で行って、でこの道路を逆方向にですね進めば水上に入るから、まあ、関越自動車道も近いんですけどね、まあ、あの水上側の方が道路が良くない、きついっていう形で、逆からはあんまりどの方も推奨してなかったですね。僕も水上側が走れたらもうその後はちょっと楽になるんで、まあこれからもし走りに行く人がいるのであれば、水上側から走った方がいいと思います。あそこが走れない人は、まあそこで U ターンできますからね。こっちからだと本当にね、U ターンの距離が長くなっちゃいますからね。逆方向だと。あ、後ろから来てるから先に行ってもらおう。じゃあ、よいしょ。
しょ、よいしょ。ああ、結構木が倒れ込んでますね。よし。よいしょ、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 よいしょ。スタンディングポジションです、僕も今。あ、でも怖いからやめた。いや、やっぱり、あ、こんにちは。やっぱ人気の道路って、あ、ここにも視線がありますね。けど、うわ、ここはすげえな。やっぱ人気のオフロード。人気のオフロード、人気のダートコースですね。おお。こういう山奥の道は一人で行くのは怖いから、あえて日曜日で雨が降り続いてない日を待ち望んでたんですよ。で、やっと今日なんですよね。で、しかも今日は猫ちゃんの面倒を見てくれる人がいるんで、草津温泉にお泊まりという形でダートコースを思う存分時間を気にせずに行けるんですよね。やっぱり荒れ方が良くなってますね、こっちの道の方が。水上側きつかった。砂防ダムですね。砂防ダムで。よいしょ。ああ、かなり水量も少なくなってるから、この川は何ていうのかわかんないですけど、源流が近いんでしょうね。いいですよね。島温泉に一旦入るから、ご飯食べるにも日帰り温泉もできますからね。まあ僕ちょっと今日は立ち寄らないかもしれないですけどね、島温泉には。万座林道まで走り込んで行けたら、のぞり湖にまで行ってみようかなと思ってるんですよね。今日はツーリングコースが決まってなかったんですよ。まあ、あくまでも、この林道が走れたら、という形でのツーリングだったんで、ツーリングコースは全然計画してなかったんですよ。何時間で走れるかわかんないですからね、僕みたいな変なチョコは。よいしょ。まあでも道は前より良くなってフラットに近くなってきたな。全然違いますね、水上側の道と。まあ確かにちょっとスピードが出せるようになってきましたね。いやいいっすね、ダートは。ちょっと景色も見られる余裕が出てきました、この程度の道でになってきたら。あ、カブだ、普通のカブだ。こんにちは。あれ、きつくないかな、水上側。す
スーパーカーブだときつくないかな。まあでも林道は楽しい。本当に冒険感があって楽しい。舗装路じゃ味わえない楽しさがある。落石注意。落石発見。まあ落石なんてもうそこら中にあるような道ですねこれね。も滑ってきてるし、ああ、すんごいね心配でしたよね。ここ2日間この道走るかな僕に言って、まあ、まだ乾燥してるわけじゃないですけど、まあ一番の難所と言われる水上側が抜けられたことがちょっと嬉しいですね。結構な坂ですね。ガクーンと麓に降りてる感じで、ここ紅葉も綺麗でしょうね。紅葉待ってから行こうかなと思ったんですよね、開けてるから。ただ僕落ち葉がここを敷き詰められるから見えないと怖いんですよね。だから落ち葉が降り積もる前に来たかった、来たんですよね。まあでも人によるって紅葉が美しいから紅葉の時期に来るっていう人もなんか書いてあったりしてましたから、 YouTube でも紅葉のとこを走ってるのもありましたからね。いやでも結構道が良くなってきたな、水上側に比べれば。本当にね、油断してると石に乗っかってつるりんってきちゃうから。よいしょ。おお、天気もいいし、よいしょ。油断してるとこの辺はちょっと荒れてるかな。
よいしょ。よいしょ。これはちょっとぐちゃぐちゃですね。綺麗な川、はあ、いい感じの川ですね。おしっこしたくなってきたな。やっぱり島温泉に寄ろう。島温泉も日帰り入浴できるんですけどね。まあ動画がもうアップしてるんで、よかったら見てください。ただ今日日曜日だから島温泉混んでるでしょうね。公共浴場とか日帰り温泉でも。なので、おお、よいしょよいしょ、すいませんでした。よいしょ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 、よくしょ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 よいしょ。ここはちょっと荒れてますね。よいしょよいしょ。さあ行きますかね。今標高が927m でしたから、ちょっと標高を見ている余裕がなかったんですけど、おそらく 1000m 超えてましたね、峠の頂上は。で、あの日帰り温泉からですね、総距離はちょっとわからないんですけど、でも今13キロぐらいか、あそこからは。あともうちょっとかな、ゴールは。で、時間が1時間18分走ってたって形ですね。この YouTube 動画は長いかもしれないですね。ゆっくり走ってるから。さあ、頑張ります。まあでも、みなかみ側がもう走れたっていうのは嬉しいですね。もう皆さんの言う通りだったら、あそこよりは道が良くなってるって形になりますからね。今舗装路ですね。
出た後ですね、ここからよく感じ、木漏れ日でちょっと余裕が出てきたから、いい感じだな。本当に山に来てるって感じ。なんかやられた。おでっかいのが落ちてますね。ガツリ。おお、ここ結構きつい坂だ。ちょっとゴツゴツしてますね。ちょっと立つと楽なんだな。やべやべ、スピードが出ちゃう。
ピードは落とさないと。ここにも視線が、あ、人待ってるね。よいしょ。よいしょ。あ、ここあれだな。雨が降ったら水が流れる。中身側とあんまり変わらないかな。ゴツゴツしてて荒れてて、抜けたかな今荒れてるところは、どっかの YouTube の人があの動画で言ってましたけど、ここの林道の岩は尖ってるんですよね。尖ってる岩をの上を走るって、まあ、確かに尖ってますね。多分落石で岩が割れてそれが下に落ちるんでしょうね。尖ってる小岩が多いんですよね。ちょっとこの辺は荒れてんな。なんか建物が見えてきた。もうダートが終わるかもしれない。あともうちょっとで乾燥できるかもしれない。なんか嬉しいな。ちょっとビクビクしてましたからね、走れるかどうかなって、走れたら嬉しいな。ここに書いてありますね。ここが、こっち側が秋鹿林道の起点みたいですね。ここに書いてありますね。おー、危ね、滑った。秋鹿林道
起点で延長 7.3 って書いてあるんですけど、13キロなんですよね。秋鹿大影林道っていう言い方をしてる場合もあるんで、山の向こう側は大影林道なのかな、よくわかんないんですけどね。まあ、とりあえず13キロ、約13キロのロングダートっていう、道路なんですよ。で、ここがね、島王穴っていうところですね。まあ動画アップしてるんで、よかったら見てください。この下が島王穴。秋鹿林道を走り切りました。恒例の万歳がやります。万歳万歳。いや、嬉しいですね。いや、今年走りたかったダート林道なんで約13キロ走り切りました。島側が美しくて、疲れましたね。でこれからですね、もう一本の林道、島温泉からですね、草津温泉玉井の、のぞり湖のそばに近くに出る、万沢林道というのを走ってみたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。